葬式の行列田中幸太郎鶴岡の城下に大場右兵衛という武士があったその大場は仲間の寄り合いがあったのでそれに行っていて谷中頃に帰ってきた北国でなくても寂しい屋敷町その寂しい屋敷町を通っていると前方から 葬式の行列が来た。夕方ならともかく深夜の葬式はあまり例のないことであった大庭は行列の先頭が自分の前へ来ると聞いてみたどなたのお葬式でござる相手は躊躇せずに言ったこれは大庭右ェイ殿の葬式でござる 何大坊右兵衛そうでござる。行列は通り過ぎた。右兵は気が点灯した。そして家へ帰ってみると、玄関前に焚き火をしたばかりの跡があった。それは葬式の送り火であった。大坊はその晩から、 ブラブラ病になって間もなく送り火をたかれる人となった最後までご視聴いただき誠にありがとうございますもしよろしければチャンネル登録をして次の投稿をお待ちいただけますと幸いに存じますお相手は井出麻斗でした